ライドご飯。はい、どうもまこです。今日は京都府京都市にやってきています。電車二条駅の出口を出てからだいたい歩いて 2,3 分ですねにあるこちらのお店行ってみましょう。じゃん、天下一品二条駅前店行ってみましょう。今日もラーメン並み、ライス、そして味はこってり、ニンニクあれで行きました。待ちましょう。今もう10時過ぎてるんですけど、店内どしどし人が入ってきますね。活気あります。ラーメンの、はい、ニンニクいいです。ありがとうございます。はい、どうも。来ました。ラーメンこってりニンニク入りとライス来ました。クリーミー麺もね、柔らかい麺なんだけどスープを本当によく吸って、しかもよく絡んでる。すっごいスープの持ち上げ高いです。この丼ぶりに端についた味噌を、ニンニクの味すごい強いですね。ニンニクと唐辛子かな、ピリ辛ながらのこの濃厚な。ラーメンチャーデーです。はい、ラッシャーまで2名様でした。この辺で変わらず行きます。結構今日はドバッと、そこですね、つけながら行きましょう。辛みって、この辛みって食欲を増進させますね。今度はふわっと混ぜる。
味噌絡めたそうだけど、全然辛すぎはしない、ほんと旨味って感じ。はい、いただいてきました、天下一品二条駅前店の今日はラーメンとそして、ご飯ですね。でもちろんこってりそして、ニンニクあれでいきました。これやっぱね、天一っていうのはあれですよね、まあ、いつものスープはあのとろりとしたね、あの旨味たっぷりのもうなんていうの、あのポタージュのようなスープなんだけど、でもそれがねこれ全然重くは絶対ないんですよね。なんだろうね、やっぱこうあの臭さもないしとろみももう適度で本当に美味しい。でこれがやわ麺とよく絡む。で本当麺はね持ち上げるともう麺自体がちょっとくっついてくるぐらいの、もうスープが接着剤になってるぐらいね、粘度があるスープと、でそれにまとわりつく麺なんだけど美味しいですね。でやっぱりね最近自分がハマってるのはからし味噌なんだけど、その前に今日の場合は丼の器の横にあのニンニク、からしとね唐辛子とニンニクが練ってあるような、味噌がつけてあって、それでまたね最初の味変をしながらいただき、そして2段階目の味変はその、からし、辛味唐辛子っていうのは、あれじゃあか、ん?からし味噌っていうのかな、あのちょっと茶色いね焦げ茶色のあの味噌で、またあれがクッとね味強いんだけど、辛さだけじゃないから旨味も濃厚だから、なんかね全然飽きないね。うん、そしてチャーシューこれね本当にスライス薄いんだけど、やっぱりあの味わいもあって、油全然きつくないか、油がの部分あまりないチャーシューなんですけど、それが逆にこのこってりスープにも合いますね。うまい、うまいですね。やっぱり毎回ちょっとずつお店によって違うので、今日の場合はあの丼に横にニンニクのね、正式名称なんていうのかな、あのニンニクの風味が強い味噌、唐辛子も混ざってますねがありましたし、あと味変はね定番のあのからし味噌っていうんですかを塗ったんですけどね、スープはね今日もあのこってりなんですけど、やや柔らかめのなんていうのかな、ポタージュ粘土、ね、粘土、ねっとりした具合がややサラサラめでしたね。伝わりますか。うん、やっぱりお店によって、まあ状況によって違うんでしょうけど、その辺がねやっぱ変化面白いなと思いましたね。はい、ということで今日もお越しいただきました。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。